はい、お疲れ様です。お久しぶりです。というか、なんていうか、すいません、遅れました、配信シリーズというかですね、で電撃の旅団、ムービー配信、インターネット配信用のムービーですかの第2弾でありますということで、今回は、チョコボで遊んでみるムービーって、このムービー撮ったのは夏前ヒゲの人がフロスさんが、一生懸命撮ってくれたあれですが、あれですね、このチョコプラストルクが実装された直後の映像というかですね、じゃあ直後なのかな、ちょっとしてから、まあこれもヒゲ面のキャラがそん面でこんなに可愛くというか、ひなチョコボになるのずるいよな俺な、もう大失踪ですね。もうね、あるたびもうこの頃はまだものすごく珍しい時期だったんで、なんかもういろんな人がこうチェックしてくるというか、もう本気人気者の、なんかそれをもう団長とかが見ててうざがってたというか、ふざけんなとか、まあ、そういう状況の中のムービーですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや、配信が遅れた理由は単純にですね、私が風邪をひいたりとか、あとちょっと忙しかったりとか、そういう理由ですかね、団長。ひどい。ちゃんとなんか返事ぐらいはしてよ、団長。今アルタビオチョコヒナチョコボで大失踪してるブロスさんの絵が出てるところです。ずるいよねこれはね。てか卑怯だよね。もうこんなちっこいのでこううろうろしてるだけでもうそらなんかね、なんか撫でたくなるってなもんじゃないですか。中身がたとえヒゲでも。あんな踊り子の服着てても。ずるいなこれ。でまあなんていうかこう全ての動作が可愛らしい、ゆっくり歩いても可愛らしい、ダッシュしてトンズラでダッシュしても可愛らしい、なんていうか腹立たしいっていうか、このトルクが欲しいんですけどね、すごい辛いんですよ。なんつうかね、もうねチョコボね育てなきゃいけない、まあチョコボ育成なんですけど、毎日チョコボを面倒見なきゃいけない、これがねもうね社会人にとってはかなりの苦痛がね、もうね毎日って結構ね大丈夫じゃないかなと思うんですけど、つい忘れちゃったりとかね、それこそお酒飲んだりするとね、ついなんかもう鬱陶しくなっちゃったりとかね、そんなもんですよね団長。ちゃんと 返事ぐらいはいるんですから。いや一人で喋ってると、このこれ編集部ですからね、この録音ね、あ言い忘れてましたけど、編集部からお送りしています。ただいま深夜2時、今日もねあまり人はいないんですけどね、これうるさいですよね、いい迷惑ですよね、ごめんなさいとか最初に謝ってからやってますけど、でもね会議室とか行くとね、このムービー大きすぎてね持ってくのめんどくさいんだよね。外付けハードディスクだと、再生遅くなっちゃうしさ、でそんな愚痴ってもしょうがないんですけど、であっこうやってひなチョコでうろうろしているブロスさんに巨大なマンドラが、マンドラに変身してこの大きさだからな、というかタルタルより小さいんだもんな、というかガルカの股間にフィッ、ジャストフィット、ひどいなこれ、なんか足元をこうなんつうか、チョコプラストルクの変身時間ってどれぐらいなんだっつうんだっけ、いるかブロス、ブロス、チョコプラストルクの変身時間って 何時間、1時間。いいなぁ。1時間もこの可愛い姿を維持、
あれだよね、あの化粧崩れしないみたいな、そんな感じだよね。うん、ずるいなこれな。もう爆走ですよ。爆走というか、あ、あれはというか、あれはというか、団長を真似てみた感じの、さあ ここで明かせるこの真実、ブロスちゃんでした。一人芝居。ブロスとブロスちゃんで、ヒナヒナヒナ2匹2羽。もうね、こんなところだけ団長の真似しなくてもいいのにね。にやか一人芝居、まあ喋らせないところだけまだマシかというとちょっとするけど、まあ、ね、大変なんですよ。チョコボを毎日育成してで頑張って、1匹目はまあある程度レースで勝てるようにしてチョココイン稼いで特訓してってやるわけですよ、次の2匹目。そうじゃないとこのトルクがもらえるレースでは勝てない。まあね、何ヶ月あれ、ブロス1匹育成に 何ヶ月かかるんだっけ。何ヶ月、2ヶ月1匹2ヶ月で2匹で4ヶ月ですよ。4ヶ月毎日餌あげなきゃいけないですよ。大体毎日餌あげないと中性度というか、親同然と思っているようですとかっていうのはどんどん下がっていっちゃう。2日ぐらい開けても大丈夫だってブロスは言うけど、俺2日ぐらい開けたらかなり下がってすさんでたよ心が、チョコボで、そのうち出てっちゃったりするね。まあね、大変なんですよ。さっきも言いましたけど、社会人にとってはちょっと大変、学生さんとかなんかね、みんな自由に時間が使える人はいいなと思う、このなんていうか茶屋に来てみましたみたいな、いいなあ。こうやって並んで歩いてるだけでもう人気者だもんな。っていうか、なんでこんな長いことこのひよこの魅力をこう映してなきゃいけないんだかってぐらい長かったんだけど、この部分。いや、まあ、うん、カットすりゃよかったんだけどさ。まあでも可愛いよね。っていうかずるいなこれ。もう中身がヒゲだとかっていうことはもう関係なくなっちゃうもんな。あー、いつ取れんだろうな。レース用のチョコも育ててなかったんだよね、それが敗因だな。レースはチョコ、まあもうブロスに任せちゃったからな。いや頭の上には乗ってないからそれ。ダッシュかわいいな、父親。そう、チョコボ育成するときはレース用にするのか宝探し用にするのか、それこそチョコボ掘りとかですね、そっちの掘り系の、能力とか、パラメーターにするのかで結構いろいろ変わるんですよ。なんでそれは最初に決めちゃわないともうどうしようもならないんで、基本的にレースって、まあ、勝てば嬉しいんだけど、お金が儲けとか結構そういうので使える、ちょっと使えるぐらいで、まあ、あんまり興味がなかったんで上げてなかったんですけどね。これ見ちゃうとね、